東京都で今日新型コロナの感染者が新たに26人確認され、今年の最少を更新しました。重症者は昨日より3人減った21人です。都内では飲食店への時短要請が25日に解除されますが、小池知事は引き続き基本的な感染対策を徹底してほしいと話しました。